すいません、福岡と申しますが、ちょっと質問事項があったので電話してるんですが、大丈夫でしょうか？僕ちょっと忘れないためにこう YouTube 撮ってるんですけど、変な問題、質問はしないのでちょっと答えてもらいたいんですが、ちょっと待ってくださいね。タイランドパスについての質問なんですが、ちょっと待ってくださいね。すいません。僕ちょっとまとめて書いてますので、ちょっとそれをちょっと読み上げていきたいと思いますので、どうやったっけな。あれ？これです。すいません。そしたらですね、ちょっとタイランドパスについてお聞きしたいんですが、まず1つ目が、タイランドパスの申請時にビザはこれは必要なんでしょうか？申請するときはビザいらないんですね。店舗欄がないので、でもビザはお持ちですよね。ビザが入国するときに定期になるんですけども、そうです。申請するときは必要はないんですね。なるほど。はい、わかりました。で、例えば何ビザですっていうふうに申告するところもないですよね。そうですよね。で、次に、タイランドパスの申請時には航空券は必要ないですよね。航空券は必要ないですね。でも、便名が入力はするんですよね。行きの便名だけ入力して、で、行きと帰りの日にち、何日間いるかっていうことの申告はいるんですけれども、実際に航空券は取っている、取っていないっていうのは申請時には関係ないってことですよね。そうですね。わかりました。ちょっと待ってくださいね。必要ではないが、便名、滞在日数の記載は必要。これ例えばですね、ビザなしの人、これビザなしかビザなしじゃないか、何ビザかっていうかく乱がないっていうふうに先ほど、僕も言ったんですけれども、例えば本当はビザなしですけれども、例えば60日間いるとかっていうふうに書いたら本当は良くないんですけれども、でも一応それは、チェックのしようがないので、滞在期間、正確な滞在期間を書いた方がいいってことですよね。そうですね。ビザなしの場合が30日間しか滞在できないんですよね。もちろんそうです。で、で、そうです。で、入国するときに、入管、あの、なんですか、入国の手続きのときに、帰国の出国のチケットを見せないといけないので。それは飛行機乗るときでしょうか、もしくは。タイに入国するときに、じゃあそのときにビザなし、もちろん、申請のときは62時間書いても構いませんの、62時間でも構いませんなので、でも実際にビザなしで入国した場合は、チケットをご用意しないといけないので。その本当、例えばじゃあ、ビザなしで入って延長する方というのは、例えば60日なんですけれども、入国するときは、30日以内の航空券持っとかないといけないんですけれども、申告するときは、30日でも60日でもどちらでも記載しておけばいいってことですよね。そうです。わかりました。そこがちょっと、そうですね。はい、わかりました。そこはあまり、多分あまりシリアスじゃないところだと思うんですけど、次に、先ほど言いましたその期間、何日間いるかっていうことなんですけれども、これ、先ほど言いましたように自分から申告するだけだったんですけれども、コロナの保険の期間を証明するものがないのでですね、例えば60日、で、帰りのチケット持っとったらそうですね。ちょっとこの質問はいいです。あと、それとですね、申請するときにビザの添
情報を添付するところがないので、また何ビザですかっていうのを選ぶところがないので、はい、特にビザがあるなしっていうのはその時点では報告する必要がないということですよね。ないです、はい、ただ入国するときに、ビザなしの人がビザない状態の手続きしてたらちょっとまずいのでってことですね。はい、はい、で次にすごくこれが質問があるんですけれども、リタイアメントビザ、はい、リタイアメントビザなんですけれども、あ、もしもし、もしもし、聞こえます。あ、すみません、リタイアメントビザ、タイで取った場合でも日本で取った場合でも、はい、日本からタイに行く場合は必ず、はい、通院4万バーツ、入院40万バーツの医療保険を加入しておかないといけないというふうに聞いたんですけれども、はい、そうですね、これは必要なんです。そうですね。でこれはちなみに、はい、タイランドパス取るときは必要ないんですか？入国するときだけ必要で。あ、これは必要なんです。保険が両方、あの治療保険と、あの入院通院の保険4万バーツ、40万バーツの も両方添付してください。あ、ちなみにですね。必要なんですね。あ、わかりました。はい、じゃあこれちょっと細かいことを言いますと、タイで取った場合、はい、日本で取った場合でも、O ビザでも、はい、OA でも OX でも全部いるってことですよね。はい、そうです。なんか福岡の領事館とか大阪の領事館の日本人の方が、はい、あの必要ないっていうふうに言ってたって言ってるんですけど、どこかその情報が書いてあるページっていうのはありますか？もしくはまだそういう情報は作成中ということなんでしょうか？ビザ申請、あの大使館のホームページの方にビザの欄があるんじゃないですか。はい、はい、はい、あ、わかります。あのビザの欄には書いてあるのはわかります。で、あれは日本側 で、はい、はい、COE の時も必要なんですね。そうです。あの、まあ、確かにタイランドパスの項目は書いてないんですけども、あのタイランドパスの QR じゃなくて、あの会議の時にこれの保険が必要なんですかとか、そうですね、質問があって、はい、それは必要なんですね。はい、あ、そうですね。だからタイで、リタイアメントビザ取った場合でも、日本で取った場合でも、はい、日本からタイに行くときは、はい、O でも OA でも OX でも全部医療保険が必要だということですよね。あの日本から取った場合は添付しなくていい。あのビザ申請したと一回提出したんじゃないですか。あ、はい、あ、じゃあ、そ、あ、なるほど。ただタイで取った、はい、リタイメントビザ、リ、なんか、リエントリーリタイメントになるんですよね。そうですね、はい、大ビザで、その場合は保険が、あの40万バーツの保険が必要なんです。そうですね。そ、あ、はい、本当ですか。なんか分かりました。じゃあちょっとこれは置いといて、で僕も、はい、あのあなたと同じ認識で絶対必要ですって言うんですけど、あのいや必要ないっていう方もいらっしゃったんですが、ただあの今言われたことは僕は分かったんですけど、これちなみにタイランドパス貼るときに、保険、コロナ保険とで医療保険貼らないといけないじゃないですか。貼り付けは1枚しか添付できないんですけど、画像がどうやって、そうなんですけど、あの合体って言うか、はい、保険証券2枚並んで写真撮っていただければ大丈夫だ。なんか5、分かりました、はい、分かりました、はい、その容量が収めて、はい、あの添付していただきたいんですが、分かりました。ちょっと私もちょっとその技術は分かんないんですけど、あ、分かりました、大丈夫です、うん、あのはい、じゃあまとめますと、日本で取った OOA、はい、OX はもうすでにビザを取る段階で医療保険に入っているので、はい、添付する必要はないんですけれども、タイで取った場合はまだ、はい、医療保険に入らなくても O ビザが取れるじゃないですか、はい、リタイアメント、はい、でその方は
実際に、添付して申告しないといけないということで。はい、そうです。あ、そうですか。そのちなみにリタイアメントビザであるかどうかっていうのはどこで判断するんでしょうか。先ほど言ったようにビザ情報をお知らせするところないので。判断、まあ、申請の時判断はない。あ、でも、はい、疾病管理、あ、そうですね。あ、わかりました。あ、ちょっと僕の意見を。判断するのが、はい、対疾病管理局なんですけれども。あ、多分、あ、僕の予想なんですけど、多分、申請するときにはリタイアメントかどうかわからないけれども、はい、実際に入国するときに、はい、イミグレーションがそれを見て、でタイランドパスとこう合わせて見たときに、タイランドパスがリタイアメントビザでちゃんと医療保険も添付されてるか確認して、だから申請自体は特に多分問題ないと思うんですよ。ただ入国するのは問題あるっていう認識でいいかなと思うんですけど。そうですね、 QR コードから多分添付した申請した時に、はい、添付してるよ QR コードが読み取るんですね。多分そこから確認すると思います。そうですよね。じゃあその時に、はい、いい加減なことせずにちゃんと貼っとかないと、はい、もしかすると空港で止められてしまう可能性はありそうですよね。それ、空港止められるはないと思う。入国するときは、タイに入国するときですに書類がない状態なので、はい、ちょっと問題になる可能性はありますよね。そうです、はいはい、じゃあその次の質問が医療保険の加入必須か、はい、まあこれは必須。あ、リタイアメントビザはタイランドパス申請時に医療保険の加入が必須か、まあ、ということは、まあ、日本で取った方はいいんですけど、タイで取ってまだ医療保険入ってない方は必ず入らないといけない、で添付しないといけない。わかりました。はい、はい、で、まあ、先ほど言った両方貼り付けれない、これ一緒に写真を撮ってくださいということで、はい、状況に返すと。なるほど、わかりました。ちょっとそこがですね、なんかいろいろご意見あって、はい、もういっぱい情報があってですね、まあ、正しいのか正しくないのかって分からない方いっぱいいらっしゃいましたので、はい、あ、はい、特に医療保険リタイアメント取られてる方が、なので、まあ、日本でも取った方とか、もう医療保険入ってる方はいいんですけど、入ってない方は添付して申請、はい、しなければ、まあ添付しなくても多分タイランドパスは取れると思うんですけれど、ただ入国の時にもしかすると止められる可能性はあるというような認識でいいんですよね。はい、あ、わかりました。すごくわかりました。ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。はい、失礼いたします。ということでした。はい、ご参考になればと思います。ご視聴ありがとうございました。